ゾウリエビはセミエビ科に分類されるエビの一種。南日本の浅い海に生息し、イセエビなどと同様食用に漁獲される。生態は体長15センチメートルほどで、やや中央部が盛り上がるものの、上から押しつぶされたように平体長円形の体型で、和名通り、ゾウリに似る。体表は厚く硬い外骨格に覆われ、表面には下流状突起と短毛が密生して、艶がない。 体色は黒褐色、黄褐色、開白色など変異があり、大小のまだら模様がある。他のセミエビ科のエビ類と同様に、第二触角は、第二、第四節が板状に発達し、外縁に、ノコギリ状の歯が、それぞれ8から9個並ぶ。東京港の横には8個の歯が並び、このうち2番目と3番目の間が内側に深く、切れ込む。詳しは、 太いが短く、上から見た際に、外縁から少しはみ出る程度である。房総半島から九州までの太平洋岸と南西諸島、台湾まで分布する。水深10から30メートルほどの浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息し、伊勢エビやセミエビと同様の生活をする。昼は岩陰に隠れて休み、夜に活動して、貝類や甲殻類などの小動物を捕食する。 伊勢エビと同様に刺し網等で漁獲されるが、市場に流通することは少ない。実は少ないが、刺身や塩茹で等で食べられる。ゾウリエビ属パラバクスは、インド洋、太平洋の熱帯、亜熱帯域に数種類が分布する。日本にはゾウリエビの他にもう一種、南ゾウリエビ P アンタルクティカスが分布するが、ゾウリエビとよく似ていて区別されないことが多い。こちらは、 日本沿岸のみならず、インド洋、太平洋の熱帯域に広く分布する。もともと日本沿岸産のゾウリエビは、p アンタルクティカス一種とされていたが、1960年に別種として分けられた p ジャポニカスにゾウリエビの和名が当てられ、従来の p アンタルクティカスの和名が、南ゾウリエビに改められた。このため古い文献では、 ゾーリエビピー・アンタルクティカスとの記述が見られる。ありがとうございます。